お前さん、何か言うか。
また。お前さ、ではな、また久しくらいなら貸してやろう。お前さん、ではな、また久しくらいなら貸してやろう。物資殿の竜、これを物資殿に渡してください。これはあの人の好きなお茶です。皆既祝いに良いでしょう。狼殿、ではまた。
狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。源の好機、その一つは源の水が濃く溜まった場所で咲く白い花だろう。はい、落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社、言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。